皆さんこんにちは、かほなんです。今日はこちらのめちゃめちゃ切れるナイフを実験していこうと思います。今回はですね、ネット版のビーパルさんの取材が入っておりますので、そんな感じです。よろしくお願いします。そう、皆さんキクナイフってご存知でしょうか？ナイフ好きの人とかは結構あーみたいななってると思うんですけど、世界的有名なキクナイフというナイフがあるんですけど、そちらのキクさんとお話しさせていただく機会があって、ちょっといろいろ計画が進行中なんですけど、まあまあそれは置いといて、ナイフをナイフをですね提供していただきました。そしてこのナイフですね、まあいろいろすごいんですけど、とにかくまずは一番、めっちゃくちゃ切れるということで、どんぐらいすごいのか切れるのかみたいなのを実験していきます。では一応ね、比較対照的なのもいるんですよ。で今日はね、この2種類、キクナイフとオンタリオで実験をしていきます。だいたい長さが同じものを選びました。厚さはちょっとキクナイフの方が厚いかな。こちらがキクナイフの鎧竜というナイフで、こっちがオンタリオの SP6 というナイフです。では最初、紙を切る実験をしていきます。これはね、普通の A4 の紙です。ちなみにちょこっと環境が悪くてしけってます。よし、じゃこれをね、割いていくよ。いきます。難しいな。まあいいや、前半の方切れたんで、こんな感じです。こうですね。次、キクナイフいきます。もう一回いきます。よいしょ、やば、気持ちいいぞこれは。あー、切れちゃったすごい、見てください、このさってか遠いな。これがオンタリオで切った紙です。これやっぱ外国製の量産型のナイフの限界ですかね。次、こちらキクナイフ、もう全然この断面が違う。全然毛羽立ちもないし、すごいですね。では次、実験いきます。トメイト、これはあの包丁の切れ味を見るよくある実験ですね。トマト切ってきます。やっぱね、刃が厚いからね、包丁のようにはいかないけど、ちょっと慎重に切ってみた。うい、じゃじゃーん。いや、まあ普通です。普通に切れてます。じゃあ次行きますか。次、キクナイフ行きます。よいしょ、うわマジか、スルーだった。別になんかいっぺんに行ったら潰しそうだったんで、ちょっとこう何回か行ったんですけど、これはなんかやろうかなと思ったのも、そんな暇なく落ちてっちゃった。じゃあ次行きましょう。パイナップル行きます。知ってますか、最近ってか、あの CM で、なんかシャープなの CM かな、こうやってなんか外人さんが
スコーン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 って切ってく CM があるのって知ってますかね。あれがねやってみたくてパイナップルを買ってきました。ちょっと青くて硬そうなパイナップルですが、これでねスコーンと行ってみます。まずオンタリオ。 CM の人はね勢いつけてスコーンって言ってたんで、ちょっと私もスコーンと行きます。周りに人がいなくて自分の体もないのをね確認してから真ん中に行きます。はい、怖いな、ちょっと待って、スブルスブルスブル、せーの。行きます。お、じゃ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 ん、はあ、こんな感じです。力不足でもう一回やりましたがこうなりました。ただ2回目は力いっぱいいったつもりなんですけど最後までいかなかったですね。こういうキャラクターいそう。じゃあ次キックナイフいきます。いやー、キックさんも多分パイナップル切られてるとは思ってないと思う。いきます、せーの。割れちゃった、すごっ、めちゃ綺麗な断面です。すごい CM の人みたい。次行きます。よし、キャンプ的な実践編、巻き割り行きます。よしよしよし、いやいやとか言っちゃった。はい、なるほどね。次行きましょう。入ったら一瞬だった。まあでもこれは刃の厚さとかはさっきあのオンタリオとキックナイフと違うんでしっかり比較できるわけではないんですけど、まあどっちも割れます。まあ脇割れはね先っちょの繊細さではないので、まあ両方割れるということで、まあこれは終了。次フェザースティックいきます。難しい、大きくて重たい刃なんで、ちょっといつも使ってるのと違うからやっとコツをつかめてきました。よいよ、よいしょ、はあ、もんじゃもんじゃ。次いきます。次キックナイフいきます。うわスルスル、うわすごいスルスルや、え、スルスルいくもんで、ね、なんか太くても構わず入ってっちゃう。え、ちょっと待って待って待って、これも確かにすごいけど、違う同じ木使ってみよう。さっきのオンタリオのもじゃもじゃです。あ、違う、フェザースティックです。うわ、全然違う、嘘、え、柔らかすぎる、え、嘘、ちょっと待って、じゃ逆にオンタリオでキックナイフの時に最初に使った木をやってみますと、おお、あ、すごい、やっぱ全然ね入ってかない。キックナイフぐらいごっそり行こうと思うとまず入っていかないし、頑張って入れてももうこの鰹節が限界ですね。すごい、全然違う、いや気持ちいい、気持ちいい、本当にめちゃめちゃグイグイ入ってく。なんか調子に乗ってフェザー状にすることを忘れてしまうけれど、でも本気を出してフェザーを作ろうと思えば薄くもできます、もちろん。こうやって、やば、楽しい、気持ちいい、よいしょ、こんなもんでいいかな。すごい無限にフェザーが作れる。もういいかな、もうやめとこうかな、もういいかな、はい OK。 当然だけど
使ってて本当にね、キックナイフ抵抗がないんですよ。スルって入ってっちゃうし、なんかパイナップルとかもうなんかもうスコーンっていっちゃうし、すごいです。はい、というわけで今日の実験はキックナイフのすごさというか鋭さみたいな伝われば幸いでございます。じゃあ今回の比較動画は終了となります。すごいです。というわけで、最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、かほなでした。バイバーイ。ビパルの記事も読んでね、概要欄にあります。